まあ来年で紙幣が変わるということがありますので、ちょっとここの辺りからお話をフックに進めていきたいかなというふうに思います。これ来年7月前半に発行される新紙幣です。渋沢栄一、えー、津田梅子、北田芝苗。これでも俺いつも思うんですけど、うん、なんで高額紙幣を廃止したりとかしないんですかね。<laughs> 日本人ってあれキャッシュレスやっぱ嫌いなんですかね。 キャッシュってやっぱり不正の温床じゃないですか。うん、まあ例えば飲食店とかも現金主義の飲食店とかあるでしょあれ絶対。 お金抜いてますよね。<laughs> あいわレジいや,いやだからだってそれ帳簿書かなかったら帳簿に書かなかったら売り上げないのと一緒だからそういう飲食店いっぱいあると思いますよ。うん、え特にえ,え,え抜いてその税金の額をそう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 。いやだからでいやえそれす、うん、普通よ。<え>よくやってますよ。いや電子マネーだけになったらまずワイロがだの段ボールにこう置えなんてこともできなくなるし身代金あの続き番号じゃないのであの三千万円を五千万円おこせとかそれもできなくなる。 あるしまあ全部あの紙幣に紐がついてどういうふうにいったか全部はバレちゃうんだよねでも最近ビットコインとかあるからああ身代金とかはビットコインでいいと思うんですよねでもブロックチェーンで全部バレちゃいますよね <laughs> バレちゃわないですあれはだからそういうふうにバレないようにめちゃくちゃ分散して送るプログラム作れいんと そういう風にして、もうそれを無限に繰り返して、足がつかないようにするんですよ。それは当然ながら、な、もう何千何万って、別に自動のプログラムだったら、いくらでも作れるんで。まあ、あの、こういう未来の話は、もうホリエモン先生に聞いてもらってさ。これ <laughs> は過去の話した。あれ、ありますか?。あ。はい。まあ、あの。ビールですか?。あの、紙幣って、なんで肖像なのかって、疑問に思ったことないですか?。それ、あ,<ー>あのね、実はね、ちょっとこれは大脳生理学と関係あるんですよ。<ー>えー、あのね、キリンビール。 キリンって何か知ってるよねこれこのキリンなん、ジェラフじゃないんです<え>ジェラフじゃあ知らないキリンが来るっていう大河ドラマもあった<あ>じゃあ,あの中国の霊獣神聖なる獣であるいは霊長は鳳凰なんだけど天下をあの素晴らしい徳のある君主があの治めると出てくるという言われてるものなんですねでね これものすごく複雑な図案じゃないですか。ということはなぜこれを模様にしないのかということな世界中みんな肖像であって人間の顔であってあの例えば麒麟とか龍とか。 そういうのないでしょ。これ不思議に思ったことないですか。うんうん、普通人間はね、これこれ映画ね、一箇所だけ違っててもね、見抜けないんですよ。ところがね、肖像だとね、ちょっとね、顔が歪んで、もう眉がちょっと欠けてたり、あの鼻が少し曲がってたり、ひげが少し欠けてるだけでもあっちうってわかるんですよ。でこれなあのこれはね、あのなんかやっぱり日本人間の大脳の機能に関係あるらしいだからそこはまあ私も専門家じゃないからわかんないんだけれども、でねこれ人間は 経験的に発見したんですよ昔大脳生理学なんかないわけだから最初ねあのあの通貨ってコインなんですねでローマあたりでそれを皇帝の肖像偉大な皇帝を記念するということで金貨に横顔なんか入れるのが始まったわけそれの流れでイギリスだったと思うけど初めて紙幣作った時に顔を入れたらこれ偽札対策にすごくいいじゃんってことになった新しいの。出すかよみたいなね <laughs> <laughs> ああそうそう、ね。<laughs> サンディホログラム再現しにくいコース、あの透しって言っても。紙でそろばそも作るっていうことがもう時代遅れの極致だよね。ただ、あのさっき、あの日本人はそのキャッシュのが好きなんですかねとおっしゃったけど、あの江戸時代、あの。っていうか、あの時代ね、今から二三百年前か、もうちょっと前か。手形とか小切手みたいなのが、初めて実用化されたのは、実は日本なんです、ね。日本ってね、あのね、面白い国でね。本当に政治家が間抜けで、経済が分かんない国なんだけどね、私。 経済だからあんまりそういうこと言えないんだけど金がものすごく豊富だったんですよ。うん、でね江戸なんかの一番おそらく世界一の金保有国だと思う。うんうん、ということはね金貨で物を運ばなきゃいけない重いからだから手形でねこれを持ってこれこの手形持ってあの大阪の支店に行ってくださいだったら千両振り出しますからというようなことがもう行われてたんですよ。うん、でさらにね、うん、その後それでその米相場で初めて先物取引が始まるわけですけど。うんうんうん そそれれもだからそれの派生ですよねうん、うん、まあ要はヘッジ取引みたいなことを初めて日本が、まあ、これはあのねシカゴの満館大連取引所に書いてあるんですよね。このシステムは大阪の堂島で発明されたシステムでうちはやってます。それだけそういう先進性があるのにね、まあ、政治家がバカでね、はい、あのこれは割と有名な話で知ってるかと思うんだけど <laughs> 幕末ね。うん あまあ有名な話っていうのは金が流出したってことで幕末私ね日本は世界一金持ちの国だったと思うんですよみんな絵っていうものでしょあの当時世界中に通用するあの今でもそうだけど通用する資産は金なんです日本は金をねあのそれこそ武田信玄から分取ったやつとかあであの ほとんどあの外国貿易してなかったから膨大に蓄積してただから日本ってね世界一金の安い国でねこれはあの私が散々批判してる今の高校歴史教科書にも書いてあるんですけど日本国内のレートは金1に対して銀4か5だところがあの日本が鎖国してる間にメキシコ銀山とか世界中で銀が発見されて銀の値段が3分の1に下落したんですよ ところが日本は1対4か5のまま開国しちゃったわけどうなるかっていうとうう日本日本行くと3分の1の値段で金が買えるわけだよだからみんな金あの銀持ってきて金どんどん取られちゃってあれでね日本の金がものすごく流,流出して、えー、教科書に10万両って書いててそんなもんじゃないと思う。 だから、ね、その前に気が付けばよかったんだよ。あのうちには俺らには蒸気機関車もないあの公安設備インフラも何もない、えー、それこそ工場近代的な工場も何もないけれども金だけあるとこの金で世界中の何でも買えるじゃないかっていうことに気が付いたら、うん、幕,幕府はあんな惨めな滅び方はしなかったんでね。うんうん、本当にバカだよねねまあでもそそのの後、ねうん、やっぱりその、うん 僕はロケット作ってるんで鉄の重要性をすごく分かってるんですよ鉄が作れない鉄といっても鋼鉄ですねスチールとアイアンの話をこの間ちょうどしたんですけどスチールとアアインの違いかかります炭素の量でしたっけ炭素が多いほど南部鉄瓶みたいに黒くなっちゃって強度も弱く脆くなるところはそれをどんどん抜くと銀色に光ってあの がが上それは鋼鉄スチールになるんですけど日本は実は古来からスチールをを作る技術持ってたんですよタタラ製鉄っていう主に島根県の山を吹き飛ばしてそこから純度の高い砂鉄っていうのは自鉄鉱なのでもともとね硫黄分とかあんまり含んでない純度の高い鉄なんですけどこれをタタラっていう方法でですね作るとほとんどはアイアンなんですけど中にちょっとだけ あの1 5 0 0度を超えてと溶け出して炭素分あ,あとその後また鉄を打って、うん、あのどんどん炭素を取り除いていくんですけどそうするとスチールができるんで日本刀ができてたし、うん、でもあの日本刀っていうのは実は鎌倉時代とかにも全部掘り尽くされちゃってそのたたらがねだから名刀正宗みたいなやつでも、うん、その鎌倉時代の名刀で一回もその居直されてないものっていうのはめちゃくちゃ価値が高いんですよ。うん っていう技術があったからこそ西洋から その、航路の技術がやってきましたと。で、航路の技術で僕一番すごいなと思ったのは何だと思います航路の技術一番すごいですかうん。あの、要はそれって産業革命って、まあ皆さん蒸気機関を思い浮かべるでしょだ移動が早くなりましたとか、多分そっちの方向を考えるんだけど、実は一番重要だったのは、炉の中に酸素をンバンバンこう送り込むためにポンプを使ってたんですよね。それがすごい技術だったんです。だから日本はスチールを作る技術あったけど、 うん、大量生産はでできなかったんですよ、ね、だからもう居直して居直して居直して一回作ったスチールを何回もリサイクルしてたんだけど、うん、やっとこう純度の高いしかも鉄鉱石から、うん、そ,そこまで純度の高くない鉄鉱石にこう空気をとにかくポンプで送り込むと大量生産できるようになりましたっていうことをおそらくあの製鉄技術を学んだ人たちは「すげえと」と、うんうん、これスチール作り放題じゃねえかと。うん とんでもねえことだなと思って、あの人たちすごい頑張って、明治34年に。うん 八幡製鉄を作るんですよです、ねうん、維新からたったの34年間でその技術を習得して自ら航路を作ったっていうのはものすごいことだし航路、うんうん、を作れるようになったんで鉄鋼を量産できて、うん、鉄鋼を量産できたらそこにこうレアメタルを混ぜてあの特殊鋼が作れるようになっためちゃくちゃ硬い鉄を作ることができるようになったんでそれによってその金属加工ができるようになりました。まあ、要は工工作作作作機機械械ががれれるるようにななりました工作機械が作れるとどんな 部品でも作れるようになるんで、自国でまあ、ほんと戦艦大和みたいなものを最終的にはその作れるようになりましたと。と、うんうん、この技術って実は中国とか韓国って戦後に至っても持ってなかったんですよ。うんうんうん